いないよ。でかいことなすんじゃねえぞ、それは来るから刺されるぞ、こうやって危ないでしょ、危ないでしょ、やだ、海外海外海外、こっち歩いて、前から人来るからこっち歩いて、やめ、パパ怖いね、こちら見てね、でも前も見ながら歩かないとこれぶつかっちゃうからさ、かっこいいな、あと手も着たな、マスク見ちゃった、マスク宇都宮の景色、マジ怖いんだから、マジ怖いんだから、あれがあれでしょ、宇都宮タワーでしょ、危ない危ない危ない、綺麗じゃない、綺麗じゃないよ、だってため池だもん、ん水溜めとくとこだよ、ここ水溜めとくとこ、これ橋渡ってからあれ前からも来てるから、一番最初の高根避けて、高根避けてね、高い、最高、うん、だから止まらないんだよ、綺麗じゃん、見れないね、でも終わったね、とっくだね、はい、ということでなんとかブリッジでした、アドベンチャーブリッジか、続きまして
続きまして、どこ再現、次どこ、動物車、そうですよ、ということで続いて動物車行きます。動物さんに行きます。動物さん、はいやなって、このエレベーターは約20秒で2階展望台に参ります。見てみよう、見てこっち、窓の景色をご覧ください。見てみよう、2階です。2階展望台です。展望台でしたか、え、何も見えんよ、もうどうですよ、あ、こっちか、こう、うわすごいね、こっち行こう、あれが欲しいのか、こうやって見るとさ、ダメ、宇都宮もさ無料だからって見ればいい、見れるよ、見ればいい、うわ、これはね、やばいわ、見えすぎて人んちの家の中まで、うん、あそこのなんかふにょってとんがってるとこ、なんの山の上、ほんとだ、玉ねぎ頭みたいな、日本一の地平線が一望で、地平線ね、すごいね、すごいね、イベントをやってるので、何？20日だって、だっこ？すごい。ブッチャめっちゃ動いてる。本当だ。ブッチャ超動いてる。ウサギこっち来ない。ウサギ。はい、ということで、そろそろお昼の時間なのでお昼を食べに行こうかと思います。タイさん、カニがいいの？カニ？カニ食べたいの？カニさん、カニ屋さんあるかな？この間のとこ美味しかったもんね。どこ行こう？ゲンさん、よし、こっち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 で、さっきの橋渡るからもう一回、はい、どうした、拾えないか、
はい、ということで、無事に帰ってまいりました。はい、ということで、まあ久々にちょっとね、家族でお出かけをしてきましたっていう動画の記録です。記録動画になります。ちょっと8万円までゴーカート乗りたいんだってずっと言ってたんだけど、なかなかね、行けなかったので、まあ、やっと行けたかなっていう感じです。で、中にあの八幡宮なんとかっていう神社があって、まあそこに一人で散策してたらいつの間にかに子供たちとはぐれて、逆になんかパパが迷子になってたみたいな裏話があるんだけど、なんかその間にこう動物たちと触れ合っていたらしいです。動画流れてると思う。はい、そんな感じで、まあ今日はね、久々にゆっくりできたので、まあ、また何かしら撮りたいと思います。また明日からね、パパはバタバタやらないといけないので、はい、ということでこんな感じで本日のビログは終了となります。また何かしらね、撮ろうと思いますので、まあこんな感じにゆるくやってるチャンネルですが、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。ということでまた撮ります。